はい、こんにちは、シロボタスです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのは川崎ゼファー海ブルーボールのご紹介です。各種ですね、ニューペイント済みのとても綺麗な1台となっております。では早速ですね、ご紹介させていただきます。まずですね、ヘッドライトはこちらマルチリフレクター、少しブルーが入っているものを採用しておりますね。ウィンカー、ステオレなどはございません。もちろんレンズ割れもない状態です。フロントフォークの大きなにじみや漏れ、こういったものもございません。そしてフロントフェンダーはメッキフロントフェンダーです。アウターもですね、メッキ加工されております。大きなサビや腐食などもない綺麗な状態です。タイヤですね、失礼しました、ホイール、ゴールドホイールにニューペイント済みです。大きな曲がりやガリ傷などもない状態です。もちろんキャリパーもニューペイント済みです。エンジン周りです。エンジンもですね、ブラックにペイント済みですね。キャブレターからのガソリン漏れ、クラッチカバー等の大きな削れ、ポイントカバー等のこういった点灯傷などもない状態です。メインフレームもですね、こちらニューペイント済みという形になっております。とても綺麗な状態に塗られておりますね。こちらももちろんサビなどはない状態です。ステップですね、こういったものも曲がりなどもない状態です。マフラーはノーマルマフラーです。リア周りです。スイングアーム、キャリパーともにシルバーにペイント済みですね。大きなサビ腐食などはございません。ホイールもゴールドホイール、大きな曲がりなどもない状態です。リア周りはですね、ノーマルのパーツがついている状態となっております。反対側ですね、シートです。大きな切れや破れ、こういったものもない状態ですね。綺麗な状態に保たれています。タンクのですね、大きなへこみ、傷、こういったものもないですね。とてもツヤがあって綺麗な状態です。ではタンク内です。大きなサビ、腐食などもございません。ではエンジンの方を始動していきます。ぜひ自分好みに仕上げてみてもいいかもしれません。とてもおすすめの1台です。ぜひ皆様のお問い合わせお待ちしております。